渋谷区役所の駐車場で行われている野宿者向けの炊き出しに対し、渋谷区が2度にわたって中止を勧告。支援者との議論が続いています。うちの渋谷区の管理地内におきまして炊き出しの切り出しを、やっていただいたと考えます。では場所はどこでやるんですか？これはご自身で考えています。炊き出し行為自身を否定してるわけです。いやいや、でもね、他にやる場所もないし、ここは唯一の公共の場所ですしね。区役所の駐車場を使った炊き出しは毎週金曜日の夕方、民間のボランティアによって過去7年にわたり行われてきました。食事を求めて並ぶのは最大で150人。およそ1時間半、駐車場には野宿する人々が集まりますが、区役所の業務時間外のため利用者や近隣とのトラブルは今までに起きていません。しかし最近、炊き出しに並ぶ人々が増えたこと、付近の商店街からの苦情があったことなどを理由に、渋谷区は6月末から炊き出しの中止を求めてきました。それはやる炊き出し潰しですよ、行政による。いいですか？どこでやるかにつきましてはそちらで考えてくださいと、何度も言いますけども、だったらば皆さんでここまで福祉課も降りてきてやったらいいです。よそに行けてなら場所を提示してください。どうするんですか、みんなこんなに困ってて何にもしてないじゃないですか。たったこの1時間半、場所ぐらい足してください。今のままだと話し合いが進みません。撮影はやめていただけますか？撮らないでください。撮らないでください。現在渋谷区内に野宿する人々は300人以上。彼らの保護が進まない中での炊き出し中止勧告に、支援者らは反発を強めています。人数が増えて大変な思いをしている人が増えたのは、私たちが何かしたわけではなくて、逆に言えば行政側が何も手を打ってないっていうことだと思うので、どなたも食事に困らなくてここまで来なくて済むようにして出てってくれって私たちに言ってくださいっていうことだけで、困窮する人々に食事を配る場所さえ認めようとしない渋谷区の姿勢、今その是非が問われています。